参加のためにサッカーに寄せたネタやったのにどうして原因がわからない。なんでだなんでだなんでなんだ。そうか、どうしたんだい小林さん。ボケが面白くないからだ。なるほど、ケツを叩け。わかりました。皆さんこれに合わせて拍手お願いします。面白くなりたいな、面白くなりたいな、みんなが盛り上がるように面白くなりたいな。いや、よし、これで OK だ。やってった、これで面白くなったぞ。俺の調子で面白いまで続けるぞ。頑張るぞ、はい、よし、じゃあ小林、はい、今のプレーは残念だったが、君は素質がうちに正式に所属だ。本当ですか。そうだ、ありがとうございます。チームのために頑張ります。うん、気になる君の年俸だがね。いくらなんですか。1000万円。1円だよ。どうしたー。なんでなんでだ小林さん。面白くなったはずなのにどうして。原因がわからない。なんでだなんでだなんでなんだ。そうか、どうしたんだい小林さん。今年も田村選手がケツを叩いてないからだ。なるほど、田村選手前に来てください。助けてください。ケツをこの状況を流してください。田村選手がいないよ。なんでちょっと嫌そうな顔してるんですか。田村選手ありがとう。ちょっと助けてケツを叩かしてくださいよ。ちょっと履いてるんでしょ。私えこれこ、いやそんなこと去年もそんなこと言ってましたけど履いてましたじゃないですか。履いてるでしょ。トーム引く、めちゃくちゃトーム引くじゃないですか。冷める。いやでも最後ちょっとじゃあ確認だけさせてもらう。じゃあ確認、そう確認だけじゃしていいっすか。えマジで本当にまずいって言ってるわ。いやいいでも一応確認だけごめんなさい。一回振り返ってすいません、ごめんなさい皆さん。すいません皆さん失礼します。じゃあいきますよ。3、2、1。いや入ってる、やっかーい。ケツを叩けー。さあ皆さん手拍子お願いします。面白くなりたいな、面白くなりたいな、田村選手のケツを叩いて面白くなりたいな。イエーイ、よしこれで OK だ。やったー、これで絶対に次は盛り上がるぞ。履いてるじゃないですか。やっぱり履いてましたね田村選手。まあありがとうございます、腰が打っていただいて。この調子で田村選手を交えて3人で漫才続けるぞ。3人でやったら絶対に受けるぞ。おっしゃ、お願いしますよ。よし、じゃあ行きますよ。おい小林集合だ。はい、いいか小林、お前に紹介しておく人がいる、はい、紹介しておく人がいるぞ。はい、いいか、お前の先輩である田村選手だ。本物の田村選手だ。よろしくお願いします。よし、よろしく。いいか田村、こいつにこの新人にサッカーの楽しみを教えてやれ。サッカーっていうのは横棒を書いて縦縦なんだよ。どうしてマシタカ皆さん、今年は田村選手だけじゃなく永田選手もいるよ。実は僕たちは漫才をやりたいのではなくケツを叩きたいだけ。いや、どうもありがとうございました。ありがとうございました。あれ解散早い。ちょっと田村選手まだ ありますよ。いやありがとうございます。田村選手まだ毎年ありがとうございます。いつもありがとうございます。今日はもうポスト田村が決まったという。一生祈願みたいなもん。一生祈願。ありがとうございます。どうでした、初めてふんどしでケツ叩かれてどう思いましたか。地獄すいません、地獄のねゲームやっておりますけども。これなんでやってくれたんですか田村選手。これ確かに田村選手の紹介ですよね。田村選手紹介もう、わかりました。やれよということで。ありがとうございますね。はい、ということで、田村さん、長さん、ありがとうございました。はい、そして皆さんもありがとうございました。はい、以上、ガジュマルでした。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ガジュマルのお二人です。